プロ野球の第二次戦力外通告期間中の28日、巨人の直江大輔投手ら4球団から15選手が来季の契約を結ばない旨を通達された。写真、胸元もあらわなドレス姿、戦力外とセレブ女優の格差婚に大混乱幸せそうな2ショット。直江は松商学園高から2018年ドラフト3位で巨人に入団。 2020年に一軍初出場を果たすも、同年オフに自由契約となり、育成契約へ移行。2021年6月に支配下復帰を果たした。2023年には自己最多の16試合に登板し、6ホールド、防御率3.86を記録したが、今季は一軍に昇格することがなかった。日本ハムは宮内春樹投手、北浦隆二投手、 育成選手の斉藤真嗣投手、柿木連投手の4選手が通告を受けた。柿の木は大阪桐蔭高時代の2018年夏に甲子園優勝投手となり、同年のドラフト6位で入団。2022年オフに戦力外となり、育成再契約。昨オフにも自由契約となってから育成再契約を結んでいた。今期は2軍で16試合に登板し、0勝1敗。 防御率2.12だった。西部は鈴木翔平外野手、宮澤大成投手、野田海人捕手に来期の契約を結ばないことを通達したと発表した。3人とも今後については未定としている。静岡高から2016年ドラフト4位で入団した鈴木は、2018年にはイースタンリーグの投塁王を獲得。2019年には初の開幕一軍入りを果たした。 2023年には自己最多72試合に出場して打率1240。今季は1月に左肘関節強視化クリーニング術を受けて出遅れ、33試合の出場で打率191だった。宮澤は今季が1年目だった。ソフトバンクは育見、育見、本名、会場城外野手をはじめ、いずれも育成の斉藤博正投手、桑原拓也投手。 佐藤琢磨投手、小林守唯投手、加藤幸希投手、マイロン・フェリックス投手の計7選手に通達した。斎藤は2017年ドラフト1位で明大から西武に入団。即戦力左腕として期待されたが、2021年5月に左ひじのトミー・ジョン手術を受け、同年オフから育成契約選手として再出発していた。 今年7月に野村大輝内野手との交換トレードで西武から加入した。桑原は中大から2017年ドラフト1位で巨人に入団。2022年には自己最多となる49試合に登板し、3勝13ホールドを挙げた。作王府に巨人から戦力外通告を受けると、今期からはソフトバンクで育成選手としてプレーしていた。育美は育成契約を打診されており、 斎藤は未定とし、桑原、佐藤拓、加藤浩、小林はそれぞれ現役続行を希望。フェリックスは母国のドミニカ共和国で今後もプレーしたいと語っている。